弦の歪み、もりもり増量中。このままいけば7日後に直感なんだよね。マリン、なにマリン、日本の関東の東海が壊れて、そこから爆発がどんどん世界中に広がるの。もしそうなると、あっちとこっちが融合して原初の世界になる。それちょっと楽しみかも。じゃあマーリン、冒険は一時中断。我々は特に手を出すこともなく、成り行きをニヤニヤ見守るぞ。以上。フィオナ・メイフィールド。2年前、次元の歪みの影響で精霊界へ転移したために、物質体を失って高次の存在となった少女。1ヶ月前、ミルドレッドの進化の儀式にそれとは知らずに加担し、関東一円を崩壊の危機に陥れてしまう。その影響が大量の次元の歪みとなって出現。責任を感じ、次元の歪みを封じるために、フィオナは再び精霊界から関東を訪れる。これは私とお姉様の責任。みんなに迷惑かけちゃダメ。私だけで何とかしなきゃ。頑張るんだから。関東大崩壊まであと7日。あ、ヨッポー、久しぶりだね。またあっちの世界から来たの？もしかして次元の歪みのせい？我らのため、古の門より来たれ、守護天使。お願い、天使さん、私と一緒に戦って。ちょっと待った。わわわわ、スタンバイエンジェル、ファイト。何やら面白そうなことになっていますね。私には簡単に。あ、ちょっと本番中。いえ、失礼いたしました。その空間の一部が陽炎のように揺らめいていると言いましょうか。不可解な現象です。どうやら関東の各地で同様の現象が確認されているという情報も寄せられています。あ、今のは一体。あ、ご覧ください、カゲロウのような揺らめきが収まりました。今の感じ、
礼いたしました。とりあえずスタジオにお返しいたします。関東大崩壊まであと6日。おう、クソガキメイドじゃないか。貴様、こんなところで何をやっている。その大道寺さん、クソガキメイドっていうのはやめてください。なのですね、私の方が年上かもしれんが、そんなことは知らん。どうでもいいけどな、私は忙しいんだよ。邪魔するんだ。痛い目を見てもらうぞ。痛いのは嫌です。どうしていつもそんなに喧嘩早いんですか。我は求め、古の門より来たれ、守護天使。歩かなよ、つべこべ言わずに、その力を私によこせ。ギャフンと言わしてやる、ギャフンとな。の分際でこのキラ様に手加減。貴様何様のつもりだ。許さんぞ、本気で泣かしてやる。そこを動くな、逃げるんじゃない。そんなに怒らないでください。私だって喧嘩なんて嫌ですよ。仲良くしたいんです、分かってください。関東大崩壊まであと5日。キラーのアホがボコられたんはしゃあない。せやけどな、自分ちょい空気読んだって。うち何しに日本に来たんかわからへんわ。せやからうち、ほんまやったらキラーにやるつもりやったことぜんぶ自分にぶちかましたるで。我は求め、古の門より来たれ、守護天使。のために頑張ったって。淀川スタンバイ。ゴゴゴゴゴゴ、行くで淀川。
らいだ。やっぱり私が手を出すことにするしか。姉さん。おお、目が覚めたか。もう体は大丈夫か。ありがとう、姉さん。助かったよ。それと、久しぶりだね。会えて、嬉しいよ。うんうん、お前が無事で、私も嬉しいぞ。これからは、ずっと一緒だからな。お姉ちゃんもいっぱい遊んであげるぞ。でも、その前に手伝ってほしいの。私はちょっとやりたいことがあるし、お前に頼みたいこともある。いいか？姉さんのそういうところ、ちっとも変わってないね。安心したよ。それで、私は何をすればいいんだ？大崩壊まであと4日。 A new angel is up。 このようなところに一刻のライトを出しても、いかなる縁あってのことか存じませんが、手出しは無用。邪魔立てするならお覚悟を。我は求め、古の門より来たれ、守護天使。天将像、地将像、内下将像、六根将像。ねえねえ、私と軽く勝負しない？お姉さん、邪魔をしないで。無理するんじゃないよ、なくな。大崩壊まであと3日。バチカンで書類仕事ばかりこなしていると、それなりに物覚えが良くなるみたいだ。君は、そう、フィオナ・メイフィールド。西欧精霊庁のエルザラ・コンティだ。他に何て言えばいいかな。趣味はガーデニング。あなたがあの噂は聞いてます。でもガーデニングが趣味なんですか。素敵ですね。私もお花大好きです。私も前はいっぱい育ててたんですけど、最近は冒険ばっかりで、なかなか。だけど、精霊界には見たことのない花もあるんです。困ったな。力ずくでも聞き出さなきゃいけないのに、やる気がそがれるな。どうしよう。我は求め、古の門より来たれ、守護天使。我は信じる。
命の息吹をもたらす聖なる霊を。聖なる聖なる聖霊よ、救いと平安をもたらしたまえ。スタンバイエンジェル、ファイト。私もそんなに乗り気じゃないしね。ただ任務だから一応は聞かせてもらうよ。1ヶ月前の東京上空の教会余裕現象とミルドレッドの失踪、その真相あるいは因果関係を教えてほしい。出すつもりはない。ただいつか話してほしい。幸いにも私も君も時間だけはあるみたいだしね。これまでに私の希望を満たすマテリアルに役立てる。歪みが近いのに期待外れですね。あのこちらで何を？ここは立ち入りの許可が必要なはずですけれど。お構いなく、もう用は済みましたから。あなたにお気をつけます。現場の兵道です。ただいま江戸川地下巨大放水路、通称地下神殿に来ています。この地下約50メートルの広大な空間に、最近各地で多発している現象に酷似した現象が発生しているとの情報を。今のはまた、申し訳ありません。はい、避難？すいません、スタジオにお返しいたします。あの避難って何なんですか、ディレクター。それと私これじゃレポーターじゃないですか。関東大崩壊まであと2日。お前のことは嫌いだけど、素直に謝れば子分にしてやってもいいぞ。あなたは確か前に一度お会いしたことがあったと思うんですけど、その説はお世話になりました。おお、思い出した。
ベソ溶かしてやるぞ。我らのため、いにしえの門より来たれ、守護天使。神でも天使でも悪魔でも、私に逆らったら死刑。大崩壊まであと1日。大きな命の輝きが詰まって無限の可能性を秘めたマテリアルかどうか、せっかくですから見せていただきましょう。あ、カメラさん、あれを！今、何か光が上に縦方から外へ。確か同じようなもの、1ヶ月前に新宿のお城で。ディレクター、外へ急ぎましょう。私は光のアルカナ・ミルドレッド、アンジェリア・アバロンの守護聖人。お前の知っている私ではないんだ。今の私ならここを中心に教会要有現象を引き起こすぐらいはそうさまない。姉さんが望む。ミルド偉い、よくやった。精霊界エーテルが流れてるぞ。お姉ちゃん大満足。
我は求める、いにしえの門より来たれ守護天使。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら死刑。これほどの生命力、ゾクゾクするわ。ああ、見えますか？富士山上空に謎の光の模様が。あなたは先ほど、いかの魔石にかなわない極上の魔石、こんなところで出会えるのか。謎の光が上空に飛んでいきます。あれは今の人？こんなことになったんですか？どうしてお姉様、泣いてもダメ、急がなきゃ。先ほどの戦い拝見いたしました。ほとばしり生命の波動を感じます。ついに最高のマテリアルを見つけました。これだけエーテルが満ちたら、それにあなたと出会えた今となっては、この体を維持する必要もありません。私の名はパラセルシア。元素を操る生命の使い、精霊の錬金術師、命のありかなとも呼ばれています。あなたの運命は確かです。なんて興味深い。その命、この私に捧げていただきましょう。生命の輝きで運命に打ち勝って、私を退けてごらんなさい。あなたの奇跡の願い。我は求める、いにしえの門より来たれ
守護天使。四の元素を1へと返し、帰り来たるが命の記憶。楽しくなってきました。さあ、あなたの生きる力を見せてごらんなさい。スタンバイエンジェル、ファイト。私が消える。ボロボロにされたんだから、お
前の食料でエーテルを補給してるんだよ。すまないな、フィーバー。姉さんはこういう人だから、しばらく厄介になるよ。それは、構いませんけど。大丈夫なんですか？ああ、次元の歪みに飲み込まれたけど、エーテルの流れにうまく乗れたので、運よく精霊界に押し戻されたよ。そうすると、お前のエーテルが強く残っている場所が近くにあったから、勝手だけど、少し休ませてもらってたんだ。そういうわけで、しばらく世話になるぞ。ま、同じ英国宿女同士だ。仲良くしようじゃないか。フィオナ、今までお前には本当に辛い思いをさせてしまったね。本当にすまなかった。許してほしい。うん、前のことは忘れましょう。お姉様が無事でいてくださったんです。それだけで